寺本秀人は、島根県大南町の地方公務員。1994年3月、東京農業大学農学部卒業。4月、島根県岩見町役場入庁。2004年10月、町村合併により大南町が誕生。それに合わせて、大南町役場職員となる。2009年10月、大南町での産業おこしの取り組み。 大南町が掲げる永久グルメ構想を担当したことが評価され、総務省地域力創造アドバイザーに就任。2016年、地域おこしのトップランナーとして NHK プロフェッショナル仕事の流儀に取り上げられる。2018年11月、ちづくりの権威を自身の著書、ビレッジプライドゼロ円企業のちを作った公務員の物語に綴り、ブックマン社より出版。 尾崎幸夫記念財団学童ブックオブザイヤー2018において地方部門大賞を受賞した。また、食生活ジャーナリストの会が開催する第3回食生活ジャーナリスト大賞、食文化部門において大賞を受賞した。2019年5月より日本永久グルメ連合アドバイザーに就任。2020年には地方公務員が本当にすごい。 と思う、地方公務員、アワード2020において、地方公務員が、本当にすごい。と思う、地方公務員2020賞、特別共産者賞、電通 CP 塾賞を受賞。同年、一般社団法人アットウィルワーク主催の、これからの日本を作る100の、働くを見つけよう、ワークストーリーアワード2020において、イノベーション部門賞を受賞。また、 もたにコースケ氏と共著の東京脱出ログを出版。ありがとうございます。